これなら体も鍛えられるし島の開発も進むって。確かに今はヒーズルからの回答を待つしかないからな。ヒーズルを介して世界との対話を図るんだ。それで地ならしに頼らずヒストリアが辛い目に遭わなくて済むんなら藁でもすがるしかねえよ。